はいどうも、チュープロです。プロレス界の重箱の隅を作らないよう毎日を取り語りでお送りしましょう。今日の話題はこちらになります。はい、プロレス入門じわじわ来るページ丸2ということでね、この間丸1ってわけじゃなかったんですけども、あの小学館のプロレス入門というものをですね、購入させていただきまして、まあ、読むには読むほど、噛めば噛むほど味の出るスルメのような、本でございます。やっぱりその時代というかね、こういう書き方するよねっていう感じの、楽しいページが満載でございます。早速ご紹介していきたいと思います。まずはね、こちらです。はい。剣道長崎。剣道長崎、たまりませんね。もちろん剣道長崎といえば、あの桜田和夫選手の方ではなくて、まあ初代と言われる、まあピーター・ソーンリー選手ですよね。柔道の猛者だったんですよ。確か親指じゃないか怪我して、オリンピックに出られずにプロレスラーに転向して、まあこのピーター・ソーンリーというキャラクター、素顔のキャラクターに加えて、この剣道長崎というキャラクターを、やって、まあこのお面をかぶったままプロレスパンチをして、お面のマスクをかぶってプロレスパンチをしているという方です。まあそれはそれで OK なんですけども、もう剣道たまりですね。このやっぱこういうところがもう少しじわ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 来てしまうんですよね。一個一個こういうのをですね、また紹介していきたいというふうに思っております。では次に参りましょう。はい、サマーソルトキックですね。サマーソルトキックに関しては皆さんもあれだと思いますが、ここに書いてあるページを読ませていただきます。相手をコーナーに追い詰めて動かないようにしてから、リング中央で大きくジャンプし、空中で一回転して降り、両足を揃えてそのまま相手の顎や胸を蹴るという技です。もうまさにこのサマーソルトキック幻想ですよね。この形だけを見てみんな思ったのは、エドワード・カーペンティアはバック転をした状態で蹴りを入れるんだというふうにやっぱり思ってます。皆さんご存知な通り、この状態から相手の胸を駆け上がるようにしてバック転をして着地するというだけの技ですよね。でもやっぱこの当時はこのサマーソルト幻想というものがいかにあったか、漫画でもね、結構タイガーマスクでもこのサマーソルトキックやばいやつね、出てたりとかしますよね。いつか誰かがやってくれるんじゃないかなというふうに期待しております。はい、そして最後になります。はい、このページです。このアントニオ猪木選手がガッツポーズ片手を突き上げているシーンですけども、この場面でお別れしたいと思います。はい、読んでいただきます。読みますか。はい、リング上で挨拶するアントニオ猪木挨拶でした。はい、というわけで今日はですね、じわじわ来る、プロレス入門の、第2弾をさせていただきました。今日の動画が面白かったという方はチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わります。チュープロでした。